大宮線三列シート車導入当時の西武バス車両、日産ディーゼルスペースウィング URA520、SBN、マリーン号運行開始当時の大見鉄道車両、日産ディーゼルスペースウィング URA520、RBL 京都琵琶湖ドーリーム号とは、かつて、埼玉県埼玉市、東京都豊島区及び、神奈川県横浜市と、滋賀県米原市、彦根市、東大見市、草津市、 大津市及び京都府京都市とを結んでいた高速バスである。旧称、琵琶湖ドリーム号。本港では、かつてダブルトラック路線として運行されていたが、琵琶湖ドリーム号に先駆けて廃止となった品川、横浜彦根、大津線、マリーン号についても記す。双方の路線開業に、滋賀県側のバス事業者として、大見鉄道が関与していた。 1989年6月23日に西武バスと大見鉄道の共同運行で池袋大津線を運行開始した。座席指定制のため乗車には予約が必要であった。3年後の1992年6月19日、京浜急行電鉄と大見鉄道の共同運行で品川横浜大津線マリーン号を運行開始した。また同日より、 池袋大津線の東京側奇襲点を埼玉県の大宮駅まで延伸し、大宮池袋大津線となる。1999年12月16日には、大宮池袋大津線の運行が西武バス大宮営業所から西武観光バスへ移管され、廃止まで西武観光バス大宮営業所が担当した。二千八年一月十五日出発日をもって、 マリーン号は廃止され、同年4月21日をもって、大見鉄道は、大宮池袋大津線からも撤退した。これにより、大見鉄道は長距離高速バス路線から撤退することとなった。翌4月22日の運行より、大見鉄道に代わって、西日本 JR バスが参入し、それに伴い JR バスの夜行高速バスの愛称、ドリーム号を冠して、 ビワコドリーム号の愛称が付与された。ただし当時は、西部側では引き続き、大津線という名称を併記していた。また同日より、横浜市テアターミナルへの乗り入れを開始した。1980年代後半から1990年代にかけては、日本全国各地で高速バス路線の開業ブームが起き、首都圏の大都市と地方都市を結ぶ。 都市間高速離バス路線が相次いで開通した。しかし、夜行高速バスは運行コストがかかるため、需要を課題に見込んで、同一区間や平行区間で開業されたダブルトラック路線では、競合により短期間での撤退や友倒れになる路線も少なく、なかった。2010年9月1日より、西日本 JR バスと西部観光バスの両社とも、 ワンマン運転に移行し、三日日インターチェンジでの乗務員交代を考慮した、ダイヤに変更した。途中での乗務員交代はあるものの、二人乗務である、ドリーム、埼玉号と同様にどちらもワンマン運転であり、車両の所属に関わらず、東名高速道路の三日日インターチェンジ付近にある、静岡県三日日駐車場異性を、西日本 JR バス京都営業所、 同 ICE 等を西武観光バス、大宮営業所の乗務員が担当していた。JR バスの乗務員が JR グループ以外の他社のバスに乗務する稀な例で同様の形態はかつてイラゴライナー号でも行われていた。2015年8月1日から琵琶湖ドリーム号は京都駅まで路線を延伸。これにより西武バス、大宮営業所、 大宮駅西口京都駅間の停留所では、同日から、京阪神ドリーム、埼玉号を一部経路変更の上で解消した、ドリーム、埼玉号と区間が重複するようになり、同区間では実質的な増便となった。また、京都駅への乗り入れ開始を機に、西部側の正式名称も大津線から、琵琶湖ドリーム号に変更した。しかし首都圏京阪神間の路線は、 元から需要が多く、従来から東海道新幹線との競争が激しかった上に、2000年代以降の規制緩和により急増したツアーバスが大量に流入してダブルトラックどころではない加藤競争となり、熾烈な低価格競争が繰り広げられていた区間であった。2017年12月22日からは京都琵琶湖ドリーム号に名称を変更した。なお、これに伴う、 ダイヤ改正や、運賃の改定はなかった。2019年6月21日には、運賃改定とダイヤ改正を行ったものの、同年11月11日運行分をもって、ドリーム、埼玉号と統合され、運行を終了した。これにより、前原市、彦根市など、滋賀県東部に停車、発着する夜行高速バスはなくなった。京都琵琶湖ドリーム号。 マリーン号のバス停留所一覧。横浜では、京都琵琶湖ドリーム号は、E キャット、マリーン号は、横浜駅東口に停車していた。クローズドドア方式を採用しているため、上表の二重線をまたぐ場合でないと利用不可。京都琵琶湖ドリーム号大宮、池袋彦根、大津線西部観光バスと大見鉄道の共同運行時代。マリーン号、ありがとうございます。